して今、収まりましたカカリン離れますスタートしました1番グランシエロ後方です他の各馬はますますのスタートさあ、先攻争い まだ固まっていますがまずは外からスーッと8番ケッツァーが先頭に立ちます体半分のリード内から2番のハスク・ビクター・モアが2番手につけてそれから半馬身3番ルージュラテール3番手向正面ですそれに外4番ドーデュースが並んでいきますが2番手は3頭ほぼ1段それから2馬身差5番のブラックボイス半馬身内から差を詰めて7番トウセン・クレセント3馬身差後方2頭は 内が6番コーラルパール外に1番グランシエロ並んで後方を進んでいます各馬3コーナーのカーブへと向かいます 先手を取ったのは8番ケッツァーリードは1馬身半2番手、外3番ルージュラテール半ン馬身内3番手が2番のアスク・ビクター・モアその後ろ1馬身差4番ドウデュース4番手7番の当選クレセントがそれに続いて半ン馬身外5番のブラック・ボイスその後は2馬身差外1番グランシエロ内6番コーラル・パール並んで後方です 1000m は61秒6で通過各馬4コーナーのカーブを迎えます 逃げる8番、ケッツァリードは一ンハン2番手は3番、ルージュラ・テールその後ろインコース2番のアスク・ビクターモア600を通過外に4番、ドーディウスが並んでいって4コー,ナーをカーブ直線戦へその後ろに5番のブラックボイスさあ逃げる8番、ケッツァ残り400の標識を通過その後ろから3番、ルージュラ・テールさらに4番、ドーディウス楽な手応えその間を狙うのが2番のアスク・ビクターモアその後ろには当選クレセントさらには5番のブラックボイス坂を駆け上がってあと200を通過4番ド、ドウ ドデューディウスが抜けた。大阪一番グランシエロが突っ込んでくる。最内から二番のアスクビクターモア前三打鳴らそうとなったが、四番ドーディウスグランシエロ差を詰めるがドーディウスゴールイン。三番手が二番のアスクビクターモア。